皆様こんにちは、プリンです。今日は足のトレーニングの紹介をしたいと思います。まずはじめはレッグエクステンションを行いました。足の日は必ずエクステンションから入れるようにしてます。その日の体調とかにもよるんですけど、だいたいフルでのエクステンションを15レップから20レップやって、その後パーシャルで20レップ入れるようにしてます。一番最初のエクステンションで必ず足がもう使えなくなるぐらい追い込んじゃいますので、その後の足トレは本当に地獄になります。エクステンションの時気をつけてることは、お尻を浮かさないようにしてます。必ず、お尻くっつけた状態でやるんですけど、この日はちょっと重いのをやりたかったので、若干お尻が、バウンドしてますけれども、かなり効くのは効きましたね。フルとパーシャルを15レップ20レップで組んだ後に、この日は、50キロからドロップで30レップ入れてるので、めちゃくちゃもうそれだけで酸欠みたいになってもうやだって序盤から思ってました。あとさ、私いつも思ってるんだけど、 手を持つところがついてるじゃないですか。ここ私の手が短いせいなのか分かんないんだけど届かなくない？これどうなんだろう、女の人に聞いてみたい。手が短いのかな。というわけで1種目目終わって、一応足の入り方を今確認してる状態です。入ったかなみたいな。2種目目はレッグカールを入れました。私足の日は足の前面を狙って今までメニューを組んでたんですけど、3月からはちょっとハムがどうしても弱いなっていうのが気になってるので、足の日にもハムをメインで鍛えていこうかなと思ってレッグカールを入れました。ハムがね、弱すぎてなんかきちんとハムに入ってる感覚が薄いんですよ。でそれ、まあ、重量も伸びてきてないので、しっかりね3月を使って重量伸ばすことと、あとレップ数もかなり、私レグカル嫌いすぎて10レップぐらいしかやってなかったけど、やっぱちょっと少ないなと思うので、この日は15レップに増やしてやってます。で3月はちゃんとレップ数もこなしていこうかなって思ってます。3種目目はハム狙いのケーブルキックバックを入れました。ケーブルキックバックはお尻の日にもう入れるんだけど、お尻の日はお尻狙い、大臀筋、まあ、上部らへんを狙ってのキックバックをやるんだけど、この日はハムを狙いたかったので、足の甲じゃ、なんて言ったらいい、足の裏に引っ掛けて後ろに押し出す感じでのキックバックを行ってます。ハム狙いのキックバックって普段あんまりやらないから、ポジションを探すところからすごい時間がかかって、何回もこうポジションを探してますけども、どんな種目でもやっぱポジションを取るスタートポジションがすごい大事だと思うので、しっかり、探してみてください。そんなに重り乗せてないんだけど、もう本当に弱すぎるからすごいきついんだよね。でこれなんで片足台に乗せてるかというと、ケーブル引っ張った時につま先が地面についちゃうのがすごい気になって、なんていうのか、ストレスだったから台に乗ってます。死んでる。4種目目はシングルでのレッグプレスです。シングルレッグプレスって結構お尻に効かせるためにみんなやってる人が多いかなと思うんだけど、私は、前面に入れたいので体勢を少しこう前かがみにして丸まるような形でシングルのレッグプレスを行ってます。マシンがね豊富にあるジムとかであれば、なんか別にもっとね指導機に効くようなメニューを組めると思うんだけど、私のホームジムはそんなに大きい店舗じゃなくってマシンが少ないので、あるマシンでやっぱりどこいかにこう聞かせたいところに聞かせられるかっていうのを考えてやると、こういう形になっているっていうことです。で、ボ
ボディメイクにおけるやっぱりトレーニングって自分が弱いところとかをやっぱり発達させるためにトレーニングしようって思うとこういう使い方になってくるのかなっていうふうに思います。最後はスミスでのハクスクワットを行いました。その前のシングルレッグプレスはプレスマシーンが深くしゃがめないんですよね。なのでしっかり最後に深くしゃがんで、足の前面全部 その筋肉四頭筋を全部、伸び縮みさせたいなっていうのでハックスクワットをこの日は入れました。最近はね、ダンベルとか持って、フロントスクワットをすることが多いんだけどこの日はちょっと腰とかが痛かったんでハックにしました。腰をさハックだとフラットの状態反らなくていいのでフラットの状態でしゃがめるのでハックを入れました。これ深くしゃがむとさめっちゃきついんだよね。もうなんか自分で今見てるだけでもすごい酸欠になりそう。はい、というわけでねこの日の足のトレーニングは以上でございました。重さとかも書いてるのでぜひ参考にしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。いいねボタンチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching my YouTube. Love all.